はいえー、今回は府中市をやっていきます京王線の府中駅を真ん中とし鉄道もそして道路もが非常に目まぐるしく縦横ありまして、えー、ま東京の真ん中と、えー、いうことで非常にこう発展と,というのがあります。 そして、千元山という、えー、公園を除いては、えー、基本的には平坦な土地ということで、移住施設が作りやすいというのも特徴です。南には大きく東京競馬場、えー、がありまして、JR の府中本町駅、または京王競馬場線、府中競馬正門前駅から、えー、行くことが 南北を、えー、結ぶのが府中街道そして府中町田線鎌倉街道、えー、国分寺街道小金井街道とあります横を結ぶのが、えー、甲州街道国道20号線になります鉄道網は JR 南部線と京王線そして西武多摩川線ということになります 西武多摩川線は武蔵野台と白糸台で結ばれておりますが、えー、乗り換える客層はそこまで多くはなく、えー、ブバイ瓦という、えー、府中の横の駅と、えー、JR と乗り換えこの乗り換えは、えー、非常に多くなっております、まあ、立川方面だとかに、えー、向かう客層などの乗り換えが多くなります、えー、府中の隣は国立市そして 立川市となっていきます、えー、そして西部の、えー、もう一つ大きな施設として多摩川協定場、えー、がありまして協定場前という形になります稲城インターも、えー、府中市にありまして、えー、稲城大橋で稲城市に結ばれております 大きく高速道路が東西に結ばれている中央自動車道も結ばれているのが府中市ということになりますね、えー、そして施設としてはこれまさを挟みまして矢崎町、南町、住吉四ツ谷と入っていくんですが、えー、郷土の森博物館、えー、が南にありましてそこにサントリーとかがありますね西側の、えー、調布市との境に調布飛行場がありまして えー、基本的には市の境に、えー、施設があります、はい、味の素スタジアムが本当に、長州と府中市の境になりまして、えー、そこから、えー、西武多摩川線、多摩駅に近い周辺になるんですけども、東京外交大警察大学校の辺りになりますね、その辺りに施設がずらっと並んでおりまして、えー、この辺りが旭町もみじが丘という町名になっています。 えー、昔からある道路として東西と結ぶのは瞳街道、えー、新道としては北の東八道路という形になりますね。で北側の、えー、北東部に大きくありますのが多摩霊園。はい、これが戦前からある、えー、大きな、えー、霊園となりますね。えー、区画もしっかりこう5番の目のようになっております。で東八道路の区間が新町、えー、堺町、 のあたりでそのこの辺に高校が、えー、多かったりします。あとは、えー、免許試験場、えー。免許試験場も多摩例の近くに、えー、あります。で、まあ、境のあたりに公園がね、野川公園、えー、武蔵野の森公園、えー、ありますね。で、そして、えー、南北を,を、えー、結んでいるのが小金井街道と国分寺街道。大学、東京農工大学が、えー、北川幸い町にあります。 そして、えー、北府中駅が、えぇ、ー、JR 武蔵野線が一応府中にはあるんですけれども、その周辺に、えー、府中刑務所、えー、がありまして、これが非常に大きくなっております。そして、西側には東芝、えー、これがも、えー、非常に大きくなっていて、東芝町という町名があります。周辺には春海町、北山町に、 一応堺の武蔵台というところに、ですね、えー、武蔵台特別支援、都立神経病院、多摩総合医療センター、えー、この辺りの病院が施設があります。この辺がもう国分寺市、国立市との境、えー、その辺りに西原町、西府、えー、本宿町、えー、本宿町は鎌倉街道と国道2 5号線の境の交差があるところ。 で西府駅の、えー、近くには NEC、はい、があります。えー、非常にそしあの小、高、の、全部、えー、あるっていうのがまあ特徴になりますかね。えー、工場も多く、えー、商業施設は府中駅周辺に多く、神社は大国玉神社を中心とし、府中駅まで欅並木として結ばれています。で住宅も多くっていう。はい 非常にこの何て言うんで,でしょう、武蔵野の、えー、地形を多く生かしたような、ねえー、地域ということになりますね。はいえー、府中市は、えー、人口26万人、えー、新宿は22キロ、えー、西。 にあるる位置する、えー、場所で東京都内では23区八王子市町田市に次,次4番目に人口が多く、えー、府中市府中という名前については、えー、国府所在地の、ま、真ん中みたいな、えー、意味に合いとなりますで1954年に、えー、府中町と周辺の村を合併して府中市が誕生しました多摩地域の主要都市の面を、えー、兼ね備えております まあ近くで言えば立川とかえ国分寺とかこの辺の辺りのえ都市もまあ中心的な役割をえしています東西南北に交通網が多いのは大国玉神社がえ理由となっておりましてえ街道がえ昔から発展する理由となっております 研究開発所が、ね、最近、ね、で,きできてきまして、植樹近接の意向が見られますで。商業施設も府中駅周辺に多く、高層住宅も府中駅周辺にかなり多くなっておりまして、平地ながら緑地も多いという、ね、点から、まあ、非常に住み,や住みやすい街という形になっております。 地域のほとんどが居住に適した平地でありながら河川に山、数多くの広い公園、緑地、多くの緑があって、えー、そして近隣のベッドタウンと市とは違い、植樹、近接したことで、えーまあ、夜間人口も,も多いですが昼間人口も多いという、えー、ことが特徴となっています生活実感値満足度、都内1位とされることも、えー、あります 同盟の詩として広島の府中が存在するんですけれども、えー、武蔵府中っていうね、えー、そういう、まあ、広島と分ける意味では武蔵府中と、えー、呼ばれたり、えー、しますで。一つ、まあ、武蔵の大地というね、えー、地形なんですけれども、千賢山という、えー、山が目立つんですよね、えー。非常にこう、平地の中にポツンと山ですから、えー 目立ちます。82メートルぐらいの、えー、標高なんですけれども、はいまあ、その付近が公園となっておりまして、えーまあすまあ、山のない府中にしてはかなり目立つ、えー、山となっております。そして江戸時代までは、えー、宿場町として栄えたんですけれども、明治時代は北多摩郡の、えー、中核地にない大正時代には複数の鉄道、昭和には 工場などの相次ぐ設置、軍施設などを置えて、多摩村の一部がかかる飛行場設置など、かつて盛んであった農業の割合、工業、商業が現在の府中を作っていると、今の形になったのは、もうかなり古くからなんですよね。現在は多くの大病院、えー、日銀を代表とする各銀行の計算センターや、大企業の研究開発場及び工場の集積も相まって人口が急増。 まああのー、もちろん都内の都心に行く、えー、層もありますが、こ来る層も、えー、通勤で来る層も、えー、多いというのがこの府中の特徴になります1954年に市政が施行されました、えー、競馬場線が1955年1961年に国道20号のバイパス区間、えー、東府中から調布間が開通しています そして有名な事件、強奪三国園強奪事件が1968年、1991年に府中の森芸術劇場、はい、武蔵野線が開通したのが1973年、えー、1995年に稲城大橋の有料道路、インターチェンジ、えー、府中四谷橋、夜宴街道の、えー、橋が1998年、2000年以降には府中市美術館、えー、ルミエル府中、JR 西府駅の開業などがあります。 府中駅をから神社にかけて、えーまあ、大型商業施設が並ぶんですが、木並木の景観というのも、ねえー、非常に有名であります。中心地を少し西側に移ると、府中インテリジェントパークというものが日本製工の東京製作所跡地にありまして、日本銀行筆頭に各種金融機関の事務センターが並びます。そのすぐ北が東芝の府中。さらにに進むと北部には、 東京都立多摩総合医療養センターなどの病院が集中しています市の南部には多摩、まあ、川を挟むんですけども、まあ、そこで稲城市とつながっているわけですけども、えー、郷,土の郷土の森博物館郷土の森公園が、まあ、運動施設公園としての発展がありますもちろん多摩川沿いには多摩川サイクリングコースも普中していない東西にあります 西側に住むとま田園とかも残ります玉川近隣は活性砂利の採取が盛んであり、えー、西部多摩川線とかね、えー、その搬出のために建設された鉄道ということで多摩川協定上なんかはこの,採取,の採取所の跡地ということになります市の東部がこの、えー、米軍のキャンパート地なんですねで、まあ、この辺りがにを利用して、えー、東京外国語大学とか 調布市にまたがっているので、味の素スタジアムなんかがあったりとか、武蔵野森公園とかに利用されていますね。で北側はです、ねえー、航空自衛隊の府中基地なんかもありまして、えー、米軍基地としても使われていたところになっております。まあ、手つかずのまま残っている部分も、えー、多少ありますで。北東部には府中運転免許試験場、えー、東八寅さんで東京都立の多摩霊園。 企業は市の西部に東芝、日本電機、えー、市の南部にサントリーとか、えー、キューピー、東京競馬場、読売新聞の東京本社、東京多摩郵便局など多数あります。まあ、概ね他は宅地ということになりますかね。はい、神社としては大国多摩神社、えー、東京御社の一つとなりまして、欅並木が国の天然記念物となっております。で、えー 警察大学校などもありますね。はい、あとはまあ東京農工大学、えー、武蔵大遺跡、はい。もちろん武蔵国府の後、えー、国の史跡となっております。そして府中駅周辺は南口の再開発をはじめ、多くの商業施設、そして高層マンション、えー、などが建っております。 高校はですね、府中高校、府中西、府中東、府中工業、都立農業と、え都立高が多い印象ですね。私、えー、立は明星、えー、大学は東京農工大など。次回は府中市の工業都市としての面、見ていきます。